どうもメルトンです今回は全く意味のない床工事が本当に全く意味がないということについてやっていきたいと思います <laughs> ちょっと分かりづらいなじゃあ床壊すなよって話だよねすいません本当になっちゃうんですよじゃあ、ね、これねよく聞いてこれ、ね、敵からしたら本当になんだよこの床工事意味ねえだろ <laughs> 敵バカだわ これね、バカにされるような全く考えてなさそうな床工事を作っとくとこれね倒せるんですよ俺今床工事してるけどこれベルトン下から倒すんだろうなと思ってるでしょいや俺全くそんな気ないの <laughs> 下には行くけどとりあえずまあ殺せ,殺せなさそうな床だけどとりあえず雑に開けとくかみたいな感じで俺も考えとくのねそうすると敵も心理的に「なんだよこの雑な床工事こんなちっこいのに殺せるわけねえだろ!これね」 思わせることが大事なのあのこのゲームのコツを言っとくと敵にバカにされたりするなんつうの舐められるって大事じゃんめられると敵油断するからその舐められた隙に殺すんだよだからいつも俺さあの視聴者がっていつもあの俺の視聴者ってみんな「おいメルトン!」みたいな感じでみんな舐めてるじゃん死にますよ <laughs> 俺に食われますよ。 うんどうしたのええー、俺、ベルトンさん、バカだよーって言いながらね、演じてるだけですから、俺、バカ演じてるだけですからね、俺、実はね、あの頭いいですからね、そう、俺、バカ、バカ演じてるから、そう、これやっ,こやっね、みんなを油断させるって大事、すごい。だから、俺の裏技っていつも弱そうじゃん。なんだよ、この裏技、迷惑濃いじゃん。弱そうはい、死にます、これ <laughs>。ほ本ほんとに言ってる、これ。あの、意味ありそうなきれいな床を、床工場するなってこと。だから ちょっとが上た「なんだよこの穴見えねえだろ絶対下から」ぐらいの床工事にしてくかめっちゃ綺麗に開けちゃうと絶対これ何か考えてるかもしれない思っちゃうからちょっとバカっぽく見せんで床工事頭悪そうな床工事してもそうすると敵警戒しないからあり言うじゃんなんだっけノーある鷹は爪を隠すって俺もめっちゃ爪隠してるからね。 引 <laughs> っかけっかえちゃうぞ引っかけちゃうぞっつってあの深爪ぐらいしてるから全く引っかけないみたいなねそんな感じかもしんないけどじゃあ,あのノーアルタカ爪隠すっていうから爪なくても爪隠しとけば爪あるんじゃないかと思うから <laughs> とりあえず隠しとけちょっとなんかこうあー僕バカですよーみたいな演じとけスタン来た多分ね下見てこないこれそんなに床空いてないからほらバカにしましたね死にますよ <laughs> にバカにしてるんですか俺の床工事 素通りしないでくださいねこ素通りされるぐらいの床工事がガチ正解なんだよねただバカにしろ俺のことをこれで下見てきたらもうなんかあー俺頭いいと思われちゃってるかこれあおこれバカだと思われてるおっ <laughs> 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 バカだと思われてたこれ、okay、ダメじゃったたあっこれでようやく気づいたあいつ頭いい <laughs> あいつ頭がいいね <laughs> こう思われたら警戒されるからあのこうなったらもう次のラウンドと今の試合はもう下から倒そうと考えなくていいだってもう警戒されるから,だからこれねバカだと思われるって大事なんですよこのゲームコツですよだから俺いつもね頭悪そうに演じてるんですよこれこれねあれですからねビジネスですビジネスバカですがビジネスバカれあれやっぱまだバカだと思われてる <laughs> ちょっと待って <laughs> 頭いいぞー<だ>サイトの間 ほら,ーおらー <laughs> ちょ威嚇で終わった <laughs> 結局バカだと思われてた <laughs> まあでもダメージ与えていくからね、まあ、このね第2ラウンド大事あのノーアルタカは爪を隠す、まあ、つもりだったけど爪あることがバレた場合 <laughs> ちょっとあの「あ見えちゃった爪」ってなっちゃった場合相手の爪長すぎみたいな感じになっちゃった時これどうするか爪長すぎってなっちゃったらあの。 能力バレたら敵倒す <laughs> ちょっと待ってあ、やっぱバカなのか俺 <laughs> あれちょっとバカ演じてるんじゃなかったんですかあ、ほんにバカではあのでもこれマジで言ってるあの要は相手頭がいいってなったらこの床意味あるあるある,あるってなったら次はちょっと綺麗に床開けとくのねこれ <laughs> ちょっと綺麗に床開ける開けるんよ でまあでもこんな開けなくても多分床空いてる時点で多分下から見てくるって敵思うからこれもう俺床を見ずに1階に敵が絶対来るからそれのカウンターをするとにかく1階に来る敵を殺す意識だけを持ってこれ立ち回るの第2ラウンドそうすると敵の位置が読めてるから俺大体いい選択と今カンチャラも置いたところからしか来ないからあと記念品質か。 しかか来ないからもうそこから来る敵は絶対殺す意思でもうあのやっとくと第2ラウンドも読めるだから敵の動きが1試合通して読めるようなんだよだから俺ってマジ考えてんだよ実はインテリなんだよほらこ来たでしょほらあいつ爪長すぎーってなってる <laughs> おー爪見えちゃうよ見えちゃうよーって脳ある鷹だけど俺もう爪見せまくってる俺めちゃめちゃ爪見せてるこっち来たか来るかうまいで ってなったらカンチャラムるセンター入ったね。オッケーこれホログラム召喚ピークいやあったマンがい,<や>いいんですかねいやこれちょっと怖いじゃない召喚ピークあのホログラムって撃っちゃいけないじゃんあホログラムだ撃たないようにしようで敵あるからそのホログラムの召喚最中にピークすると敵ちょっと M ぶれるっていうこれはマジでうまいこれ <laughs> これはこれは対応力が半端じゃねえ で、これ人数有利でしょみんな5対3でこれねドンピ知ってる ?FPS で都会のバロラントの人もそうなんだけどドンピ人数有利絶対ドンピねドンピって言ったよね <laughs> ちょっと村の人たちは都会のバロランターと違ってドンピできないのかいあのマジで FPS のコツなんだけど本当に人数有利取ったらガチでドンピドンピっていうのは覗きに行くな隠れてろ角待ちしろ全員でちょっと待ってね リージョンがちょっとやばいポジションにいるからこいつが存在バレないように俺が釣りまくった方がいいちょホログラム一回敵に見してホログラムの展開も聞かしてホログラムの上に立ってホログラムだと思ったかなってやっといてちょっとリージョン死にそうだなお前なちょっとバレてそうだなちょクイックリンで釣っとくオッケー俺が釣っとくリージョン死なないで オッケー、これ釣れ釣たんじゃないかえ、こういうねやばいポジションにいる明らか弱いポジションにいる味方はこうやって釣ってあげるのが大事危なかったね <laughs> よかったそうこうやってでもた戦えるからじゃあ相手がノーアルタカって分かった場合どうするのそう床工事あいつ意味あることしてる遊撃めっちゃ強い強い強いなった場合どうするのこれ答えはですね敵倒す <laughs> ん敵倒す ああい <laughs> いやこれほんとに <laughs> ちょっと待って <laughs> めっちゃバカに聞こえるけどスニークイーンですスニークイーン今俺がやってる行動、うん、もう忍者プレイだから要は暗殺しにくい暗殺暗殺ですこれこれゆっくりバレずにこういうわけわかんないポジションで立ったりこうやってスニークするのが大事いてあっ負傷した多分なんか負傷したなんか股間見せつけた多分負傷してるこれカメラつけよう ヒル取っちゃうんよでもこれ死なないんだよね <laughs> 使用で死なないんですよーーああこれ右角にいる絶対フロス右角このペースあったら右角絶対右角決め撃ちよはいうまいですねこれねあのなんでなんで分かったのメルトンさんいや経験値ですかね <laughs> いやあの皆さんね別に理屈はないんですけどねいや僕ら経験値ですかねちょリージョン起こされたの多分 これだけね、5ダメージ刻みの時5ダメージ多分相手 HP20 でしょはい5あと15ダメージまあ経験値が深いからまあ俺このゲーム何千時間もやってるんでこういうのを噛で殺せるん浅くないですか経験いやみんなね変な勘違いはさすがにしないと思うけど例えば今地下ボブなんだけど地下にサイトがあるんだけど えじゃあ1回めっちゃ床開け,床開けちゃおうっ,ってあて地下に対しての,ゆあの,なんてうの床開けちゃダメだぞあの例えばここだったら1階を見る床を開けるこういうところあ下手っけんなよそんな感じはしないと思うけど <laughs> これで意味ありげなあこう開け,開けられないんだちょっと間違えた、うん、だから意味ありげなこれでなんか床壊してくるんだよ天井かいやこれするだけでね結構時間食うからねいやあのみんなやったほうがいい やりどくやりどく弾切れするまでやるんよこれ大事だからね待ってかもしれない運転してる敵がやばいなんか頭使ってるかもしれないバカ敵バカだけど一応見とくかみたいなあぶねえ <laughs> いやこういうことしてくるからねそうこういうことしてくる敵には時間稼げるから だから相手がねちょっと賢いとねあのバカにしてこないタイプだと「なんだよ相手バカかよ」じゃなくて「いやバカかよいやでも万が一のことを考えて頭いいかもしれないから」っつってね来るやついんだよ <laughs> だから誰も遊撃出てなくても上来てくれるケースあるからマジで開けといた方がいい時間稼げるからーーるあこれ人数有利だねこれ2対1だね人数有利だねドンピだねこれでピークするやつは愚か者だからどんどん帰りますこれ。 えー、だから CG 村の人たちはねあれ人数優利にとってもみんなピークしまくるけどこういうの帰るとにかく帰る待ってなんかスモークずっとブルー警戒してんなガスグレ握ってるってことはブルーかいやこれブルーだなってなったら武器庫入ります武器庫入って俺がギリギリまで耐えてスモーク釣ればいい味方のあちょはっはっちょ あ, <laughs> っあ,あ,あっ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 いろいろあってなっちゃったけどねまあでもこういう感じですはいということで皆さん真似してくださいメルトンでしたバイバイ